こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は随波逐浪です。大きい波や小さい波に逆らうことなく身を任せて対応するように、師が修行者に合わせて狂言の手段を使い分けること、時と場合に応じて自在に変化する力、また全ての執着や我欲を捨て切ってあらゆる状況に融通無碍に適応していくこと、その心境を尋ねるためのいかなるかこれ随波逐浪の句という問いかけが多くの前後録の中に見られる。主体性のなさを非難する場合に用いられることもある。今から随波逐浪を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。